スターホースポケット、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。スターホースポケット始めていきたいと思います。肩のミッディ編ですね。松並ゆいです。さあ、今日はもう飲みに行きましょう。さて、プレゼントが届いてるよ。まずプレゼントもらう前にガチャを行いたいと思います。スーパークリックか。はい、名称バトラーですね。スーパークリック、メジロマックイーン、ライスシャート、ハルテンにちなんだイベントですね。じゃあまずクリック、残念、アルナスない。マックイーン、スターマンか、懐かしい。ニジンスキー系なのか、スーパークリックは。ネッカラをステイヤーですね。空き店もでも取ってたんじゃなかったっけ、 2000m の。なったですって、天皇賞だったっけ。いや、菊花賞は、菊花賞だったっけ。菊花賞は取ってるよね。膠着失格というか。さあ、頑張っていこう。はい、前走はドバイシーマスでクラシックでした。はい、何です。ベスト馬体重は486キロ、ま、6キロまで上がってます。次がですね、天皇賞の春なんですよね。もうそんなに合間がない。さあ、頑張っていこう。天皇賞春自体が、あと2週間後ですからね。やばいです、やばいわよ。というわけで気合い十分だね。大根か。お、嬉しいか。よしよし。人参か。出荷行く。嬉しいか。よしよし。と出走だ。春の天皇賞スペシャルウィーク、メジロブライト、セイウンスカイです。あ、でも春天は無理だな。よく考えれば距離が長い。最終的には高塚記念出すのがいいけど、だから出さなかったのか。さすがにこれは無茶です。それなら WBC の方がまだいいや。距離適性が合わない。あと1、2週ぐらい調教すればいいのかな。さあ、頑張っていこう。気合い十分だね。大根だな。お、嬉しい。はい、何です？さあ、もう1周ですね。これでですね、一周ちょっと調教ができる余裕ができました。クエスト
ト達成、やったね。さあ頑張っていこう。気合十分だね。何でしょうね、調子回復、疲労回復か。人参なんで調子回復させます。嬉しいか。はい、何です。出走登録です。 WBC ターフ、このメンバーですね。前走武豊なんで引き続き武豊乗ってくれればなと思うんですけど、愛着ないでしょうね。岡部さんにしましょう。はい、では11分14秒ということで、また後で、見せたいと思います。ではお楽しみに。楽しみだね。はい、では WBC 結果が出ましたね。その前に年部経路を追いましょう。楽しみだね。早速出走です。なるほど、電動馬ですか。1回ですね、遊び続ける、できればライブ配信でっていうのもやりたいですね。昔はこのスタイルでやってたんですけどね、いつの間にか1回ごとになってしまいました。結構時間かかるな。競馬場のダウンロードが結構長い。一番人気。お、すごい。WBC で一番人気ってすごいですね。カタノウィンディ。一応悪くても丸ですからね。ライバルは武豊鞍上、ユズエスペランサ、戸崎啓太鞍上、ジャパンモアは、丸が一つついてますね。この3とほとんど接戦です。一番人気になりました、カタノウィンディです。ストーミングホームはですね、とルソーは取ってますからね、注意が必要です。 WBC ターフです。 2400m です。伝統の外回りコースに集った世界の強豪12頭、ワールドブリーダーズカップターフのスタートです。最強の称号をかけてワールドブリーダーズカップターフ、まずまずのスタートかと思います。先行するのは何か。6番エクラールが行く構え、これを追って5番ルソー、2番イヴァンベイが上がってまいりました。そしてその後ろから7番モチベーター、それからユズエスペランサ、11番金色の馬体ジェネラス、これと一緒にストーミングホーム、それからカタノミッティ、内を通ってシカステナンゴ、ディアドクター、その後ろサンバシンクライアって、オーソライズとジャパンモアはしんがりから行っております。
もう一度先頭から行きますと、これが先頭、ルソーであります。内から一頭、イブンベイ。ちょっと離されまして、6番、エクラール。その外に、7番、モチベーター。そして5番手に、9番、ユゼスペロンサ。それから、11番、ジェネラス。そしてそのうちに、ストーミングホーム。これが一番人気の、カタノミッティ。岡部騎手、この手応えはどうか。12頭、ライトアップされたブリーダーズブリッジに差し掛かろうとしております。そのうち、1番、カステナンコ。それから、離されまして、8番、エアドクター。4番、オーソライズと、しんがりから、12番、ジャパンモアであります。流れるようにレースが進んでおります。依然先頭、5番、ルソーであります。そして内からは、イブンベイ。差が開いて、6番、エクラール。さあ、残すは直線勝負、最高の舞台に駒を進めるのはどの馬か。パタノミッティ、直線伸びてくるのかどうか。先頭、ブーンとイブンベイ、懸命に手を動かして、竹豊とユゼスペランサ。イブンベイが抜け出した。内山さん、岡部とパタノミッティ、3番手にユゼスペランサ。ユゼスペランサが襲いかかる。さあ、この辺りで、かわした、かわした。内を取って、ゲネラス、ジャパンモアがかわした。ジャパンモア、先頭、ジャパンモアが1着でゴール板を通過。2着はユゼスペランサ。なんとか3着か。後陣を返しました。とにかく伸びが全然ダメだった。またやり直しです。よく頑張った、えらいぞ。1着12番、2着9番。馬がレースから帰ってきたね。プレゼントが届いてるよ。さあ、頑張っていこう。というわけで残念ながら3着でしたね。しかも離された3着なので完敗と言っていいと思います。またですね、ドバイシーマクラシック勝って有馬記念に続いて G1 2連勝で祈りに乗ってたかと思うんですけど、まだまだかなと思います。次走で、宝塚記念ですね、巻き返しを期したいと思います。よろしければ見てください。チャンネル登録、高評価お願いします。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載してます。よろしければ見てください。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。